キープ、あるいはキップは、ラオスの通貨単位。ISO による略称はラック。2019年2月1日現在、1US ドルイコール8592キープ。補助通貨単位はアットで、1キープイコール100アット。1979年に行われたデノミネーションによって109キープが一新キープとなった。現在流通している貨幣単位は、10万、5万。 二万、一万、五千、二千、千、五百、百、五十、二十、十、五、一キープである。ただし百キープ以下はすでに五千扱いで、五百キープも流通は稀である。そのため五百キープの釣り線が発生した場合で五百キープの現金がない場合は、千キープ単位に切り上げ切り捨てられるか、高種類などの現物が釣り線代わりとなる。 効果は以前は10.2050アットが存在したが、現在発行、流通していない。国内経済がタイとの交易に依存していることから、タイバーツ、さらに国境を接する中国の人民元や、US ドルが国内で日常的に流通していたが、ラオス政府の自国通貨使用運動により、少なくとも価格表示はほぼキープ表記になっており、 外貨は使えてもレート面で不利なことも多くなっている。紙幣は5キップ10キップ20キップ50キップ100キップ500キップ1000キップ2000キップ5000キップ1万キップ2万キップ5万キップ10万キップ現在ではほぼ1000キップ紙幣以上だけが使用されているが、稀に500キップも見かける。 http://www.ats.notes.com c a t a l o g banknotes l a o s .html http://www.ats.notes.com c a t a l o g banknotes l a o s, <S .html、はい ありがとうございます。